はいどうも、皆さんお勤めご苦労様です。ということで、今日の出来事を見ていきたいと思います。今回はですね。 カズレーザー、我々も確定申告の申告書のところの控除の欄に政治資金とかかけたらいいですよね。自民裏金事件にということでですね。えー、この自民党の裏金問題が、あついにですね、えーまあ、テレビタレントからもですね、えーまあ、説得力を持って批判されるということになってます。まあ、あそれもそのはず、えー、というかですね、えー、ついにこの裏金問題、まあ、十分にですね、えー、責任が果たされないままですね、 確定申告の時期まで来てしまったということで、まあ国民はね、真面目にですね、えー、自己申告して、えー、税金を払っているのに政治家は、ああ、裏金、えー、作りに勤しんでですね、それがバレてもですね、こう、なんかちょちょっと書き直せばね、お、えと、ー、がめなし、非課税で済むのかという話でですね、まあ非常に、えー、まあ確定申告する人やですね、まあ納税者、 え、からしてもですね、こう、怒りを禁じ得ないといったような状況になってですね、えー、まあ、テレビタレントもね、このようにですね、まあ、説得力を持ってですね、批判すると、まあ、いった、ことになってますんで、これね、もう、自民党はね、次の選挙相当やばいと思いますね。はい、えー、金の恨みというのは怖いですからね。 はい、えー、まあ、ただでさえ政治と金ということでですね、まあ政治家は金に汚いといったようなイメージを持たれていて、まあ最近ではある程度ね、まあそこに目を、まあつぶりつつですね、 まあ、安倍さんなどが、えー、まあ、国防やアベノミクス等を進めてくれたと、まあ、いうところもあったんですが、まあ、いくらなんでもね、今回の裏金問題というのはですね、お前ら上級国民にもなったつもりかというような、あ国民の光が一気に噴出してますから、まあ、次の選挙ではですね、もうはっきり言って自民党はもう大敗必死と、 まあいう感じですね。もう少なくとも岸田総理はですね、もう交代してね、自民党のトップの首をすぎ替えないと、まあおそらくね、これは、あーもう右からも左からもね、えー、もっと言うともう中間層からあー特にですね、はい、えー、批判が出るというふうに思いますから、はい、えー、まあそれだけ金の恨みは怖いということでですね、まあ,あー、このままね、こうずるずる放置していけばですね、まあ、あーもしかしたら政権、 交代というのがね、起こって、えー、しまうかもしれない。まあ、どこに、どこと政権交代するのかよくわかんないんですけれども。はい。えー、まあ、そういった事態も起こりうると、えー、いった感じです。はい。えー、で、えー、これはですね、このカズレーザーですね。 はい、えー、目覚まし8でですね、はい、もうこの金髪に赤の服もですね、すっかり同じうになりました。あもうね、全く変だとは思いません。まあ、噂によるとカズレーザーはね、えー、まあ、交際相手ともこの子、この格好でですね、まあ、デートに出かけるということで、まあ、カズレーザーバイセクシャルであるというふうにね、自分で公言してましたが、はい、相手が女の子だったり男だったりするのかなというところあるんですが、 16日に、えー、所得税の確定申告が始まるだけに、自民内には修正申告した方が国民の納得を得られる、中堅。<laughs> 誰だよ、おい <laughs>、えー。との声が出ていたと。ただ、岸田文雄市長は15日、納税案を自民が検討しているのかどうか記者団から問われ、全く承知していない。派閥の政治団体から議員の政治団体への寄付と判断し、収支報告書を訂正したと認識していると述べる、うの、と留めたと。 まあ、いうことで、まともと、もともとしっかり記載していれば、あまあ、非課税のものだからということで、まあ、そのように訂正したから、まあ、非課税なんだというふうに言ってるようなんですけど、まあ、これね、説明つかないですよね。はい、これも政治資金、まあ、政治的な利用で、えー、まあ、初めてですね、えー、非課税ということになるわけなんで、じゃあね、どうのように金が使われたのかですね、まあ、しっかり出してみろということでね、全く、えー、まあ、それができませんから、 はい、えー、なんとですね、この岸田、もうね、えー、国会でこのことを問われてですね、違法な使い方はされていないというふうにね、えー、口でですね、<laughs> えー、ただ、あね、えー、説明すると、いった、あ態度に出てですね、それで誰が納得するんだっつう話ですね。もう、疑い持たれてる相手がですね、証拠も出さずにね、えー、いやいや、あね、えー、違法な使い方してませんとか言ってですね、納得する奴はいないっつう話ですからね、これ。 えー、耳そろえて領収書を出し上がれという話なんですが、えー、政策活動費は適正に使われている中身について明らかにすることは控えるということで、まあこんな低たらくではね、もう国民からですね、もうそっぽを向かれて、もう支持率も20%を切っているというですね、えー、もう森元総理まっしぐらという感じでですね、はい、えー、まあ、岸田があ、まあもうすでに淡くっているとい、まあ、ったような状況です。はい で、えー、政治団体が受けた、あまあこれは、9話ですね。公益性の観点から原則非課税となるということで、これ自民の森山もですね、えー、まあ否定的な考えを示したということで、えー、前回の動画でやりましたが、MC の谷原章介は、僕たちは確定申告が始まって、すべて領収書の裏書きが必要なわけじゃないですか。どう思いますかこのタイミング。もう最悪のタイミングですよね。<laughs> 私もね、えー、ね、真面目に納税してきましたけどね、もう本当 税金払うのがバカバカしいとね、今年ほど思ったことはありません。はい、えー、と聞くと、カズレーザーは、でも領収書いらないお金を使いたいから政治家になった人もいるでしょうし、と真顔でいい、カズレーザーらしいギャグですね、これは。えー、谷原が苦笑いしながら、そういう人いるかもしれませんけども、そういう人はいないと思って僕たちは投票しているわけですよ、というと、 えー、そういう目的だとは思いますけれども、でも何ですかね、領収書がいらないというルールだから書きませんと言われたらそういうルールなんだと思いますけど、政治は開かれたものであるべきなんで、我々も確定申告の申告書のところの控除の欄に政治資金とか書きたらいいですよね。そうしてほしいですけどね、と自身の考えを話したと。まあ本当そうですよね。 え、もう今年に関してはですね、もうね、えー、税金、もうかなりですね、こう、もう免除と、減税するというぐらいじゃないとですね、これもう国民納得しないですよ。もう政治家はね、えー、ポケットにですね、金を入れ放題、えー、税金もかからない、えー、しかもね、何にでも使い放題と、えー、こんなのをですね、えー、認めてね、国民からですね、もう一円単位でむしり取るということをやろうとしているのがね、今の岸田政権ですから、 はい。えー、まあ、今年だけ特別控除という感じでですね、えー、国民一人当たり数百万ぐらいですね、その税金控除というのをね、えー、やるぐらいしないとですね、これは、ああ、まあ、釣り合いが取れないなと。まあ、政治家はもう数千万円、もう下手したら億受け取ってるやつをも見ましたからね。はい。えー、その辺どう説明するんだという話なわけなんですが、 まあこのように、えー、カズレーザーがですね、えーまあ、我々も政治資金ということにしてですね、えー、非課税にしたいというような発言があって、まあこういうことで定番のギャグはですね、えー、もう宗教団体ということで非課税にしたいと、全部衆議はお布施なんだというふうにですね、まあ言うのが定番のギャグだったんですが、あ今後はね、えー、政治資金だから非課税ですというふうにですね、 ネクタイ締めてね、言うというのが、あ定番のギャグにな、令和のギャグになりつつあるというところでね。まあ、それも、政治不信が今後かなりですね、こう広がりそうだというところです。で、えー、このような指摘をしているのはカズレーザーだけではありません。はい、えー、チュートリアル福田ですね。 はい。えー、得意なんか何にも悪くない。自民裏金問題で社会的、えー、責任を負わない国会議員と比較ということで、またなんか、えー、久々にこの名前を見たなという感じなんですが、あ,ありましたね。これ、チュートリアルの得意。もう、イケメン、えー、芸人としてですね。もう一世を風靡していたんですが、あ降って湧いたあ脱税でですね。<laughs> えー、一気にね、えー、転落してしまいました。これ、えー、チュートリアルの得意ってこれ、今テレビ出てんですかね。まあ私、あんま、 その、テレビ見ないんですけど、あんま出てるイメージないんですよね。まあ、YouTube では、こう結構ね、こうキャンプやったりとかでやってますけども、なんかもう YouTube 一本みたいなノリの、もう感じるわけなんですが、はい、えマ、ーまあ、クチュートリアルというのはね、えー、まあネタも得意が作ってたんですが、じゃない方としてですね、いじられ続けてきた、あ福田あがですね、えー、まあ今もですね、こう、まあ何のスキャンダルもなくですね、はい、まあ、一時は激痩せでね、えー、眼下というふうにも言われていたわけなんですけども、まあそんなこともなくですね、 はい、えー、まあ、タレントとして今も活動してます。で、えー、まあ、国会議員のね、今回の裏金疑惑と比べればですね、こう、得意なんか何にも悪くないというふうにですね、まあ、冗談マジで、えー、述べているといったところがあるんですが、まあ、確かにそうだなというところもありますね。えー、得意は19年に法人所得3年分約1億1800万円の無申告費でなお、お <laughs> いやばい、これは 東京国税局に指摘され、事実と認め、約4ヶ月活動自粛したということでね。まあ、この時はなんか自分で、えー、こう、納税処理をしようと思ったとか言ってですね、3年間もね、えー、税金を払っていなかったということで、お前は模擬剣一郎かと、まいうふうに思った人も多いんじゃないかと思いますが、はい、まあ、かなりね、えー、まあ、芸人仲間からもですね、まあ、どん引きされる、えー、こう、ことが起こりました。えー、この件についてですね、 得意、えー、さんのやったことはいいことではないけど、ちゃんと責任を取った。後から税金を納めて謹慎して社会的責任を取った。でもこの人たち全く責任取ってないと。 不記載のあった議員を抜粋。これはもうその通りですね。まあ、得意の件もですね、その、まあ、納税はね、もうしっかり、まあ、追徴課税も含めて払ったんだろうし、えー、まあ、自粛もね、まあ、したということで、ね、もう私は中途得意については別に何も思ってないんですけれども、なんか世間的にはね、えー、なんか脱税芸人みたいな感じで今もですね、あんまりね、思うように、えー、こう、笑いを取れてないのかなみたいなところあるんですけども、 はい。えー、MC のハイヒールリンゴから、徳井さんものすごくいい人みたいと突っ込まれながらも、裏金をやってた人たちは議員辞職して次の選挙出ないぐらいが政治的責任として適切。確かにね。<laughs> 確かにそうだわ。うん。もうね、その、立憲、えー、されて起訴されなかったからってってですね、なんかね、今も、ノーノーと政治家やってんのはね、ちょっとやっぱりね、 納得できないところありますよね。まあ、議員をね、こう、まあ、今までの、こう、培ったところもあるから、まあ今後も議員やるのはいいにしろ、もう一回ね、あのー、まあ選挙から出直すぐらいはね、まあ見せた方が国民としにはね、示しつくなと思いますね。はい。 え、と主張すると、うんうんと頷きながら聞いていた福田は、そう考えたら得意なんか何にも悪くないですからね、1ミリも悪くないと言い放って笑いを誘ってたということで、まあ、税金払ってなかったんで悪いは悪いんですけども、まあ、その後はきっちり処理したということでですね。まあ、あこういう、まあ、後処理といえば、まあ、交通事故を起こした、まあ、アンタッチャブルの山崎がですね、まあ、紳士的に対応したということでですね、まあ、事なきを得たりしてましたけども、まあ、一方でね、えー、藤原の藤本はですね、当、えー、て逃げと。 こういうのをやってね、まあ、気づかなかったというふうに、もう本人にしかわかんないようなことを言ってですね、まあ今も謹慎中だと思いますが、はい。えー、まあ、政治家もね、謹慎というのがね、こう必要ではないかと、まあ最低でもね、もう歳費は全部返してね、えー、その謹慎するみたいなことはですね、えー、まあ必要ではないのかなというふうに思いますね。はい。えー、まあそして、 えー、これはですね、まあ、タレントではないんですが、ああ、もう、こういうところまでです,、ね、ですね、今回のこの自民党はね、えー、裏金でもう脱税してる、えー、というようなイメージがですね、もう定着しつつあるという感じです。はい、えー、これポスター、市民は増税、えー、自民は脱税というふうにですね、まあ,あー、コラージュで岸田の笑顔とガッツポーズとともにですね、えー、まあ、ひにくられて作られてるわけなんですが、これをですね、北尾義孝という人がリポストしました。これ北尾義孝っていうのは誰かっつうとですね、 えー、これ、まあ、知ってる人は知ってると思います。これ、SBI ホールディングスの社長ですね。<laughs> えー、この、証券会社の大物がですね、えー、さっきの、この、自民は増、えー、市民は増税、自民を脱税というですね、ツイートをリツイートするぐらいですね。えー、もう世間的にはもうこういったイメージが広がってるということでね、これ結構まずいですよ。 もう政治にあんまり、えー、そこまでね、こう、普段関心がないという人たちの間でもね、あ自民党は脱税集団なんだっていうふうにね、そこは認識してるっていうことになりますからね。はい。えー、これは相当選挙に響くだろうなというふうに思います。はい。えー、で、一方でですね、はい。えー、まあちょっとよくわかんないタレントもいるということで、えー、紹介しておきますが、これヒャダイさんですね。ヒャダイ知ってますかねはい。まあ、こういう人物で、ミュージシャンでですね、曲作ったり、えー、してるんですが、 えー、まあ,あ、ニコニコ動画で有名になったのかなまあ、その後、ももクロの曲とか書いてですね、まあ、すっかり、えー、ミュージシャンの仲間入りみたいな感じなんですが、最近はなんか、落とさたなしみたいな感じでね、もう存在もすっかり、えー、もう、ヒャダインという呪文とともに忘れかけていたんですが、えー、大谷翔平さんのニュースがとても多すぎて少し疲れましたと、ちょっとよくわかんないことを言ってます。これ、大谷翔平にまさか嫉妬してるんでしょうかという話なんですが、 はい、えー、大谷翔平さんのニュース、とても多すぎて少し疲れました。大谷さんのことは大変尊敬してます。 でもそれってポジティブなニュースがそれしかないんだなと思うと悲しい。被災に GDP4 位に円安に裏金に戦争にということでね。まあ裏金問題も交えながらですね、日本にね、えー、いいニュースが少ないというようなことを言ってるんですが、まあ被災地震とかね、その、まあ,あ、裏金だとか戦争だとかそういうのはわかるんですけどね。円安っていうのはなんで入ってんだって話でね。別に円安っつうのは悪いことではないだろうっていうね。 はい、えー。このヒャダインっていうのがね、ちょっと、おぉ、パヨクメディアに毒されてんのかなというふうにも思うわけなんですが、まあ最近ではね、その株が非常にこう高騰しているという理由の一つに、まあ,あ、円安というのもあるというふうにも言われてますからね。まあ中国がもう経済的に没落してですね、えー、海外資金が中国から逃げて、えー、世界中に流入していると。まあ、中国の投資家からも流入しているというふうに言われてますけれども、 えー、まさか、ああ、ヒャダイお前、えー、FX でやらかしたかというね <laughs>、円安にそこまで恨みがあるってことは、FX、FX でやらかしたかというね、えー、ちょっとうがった見方をしてしまうんですけれども、果たしてどうなのかというところでですね。はい、まあ、ちょっと斜め上のね、もしかしたら、ああ、ここで笑ってほしいというふうに、あえて円安というフレーズを入れたかもしれませんが、まあ、どこまでね、えー、これを見た人に伝わったかはわかりません。はい、えー、で、これはです、えー、また別にですね、 はい、えー、今度は南海キャンディーズの山ちゃんですね。はい、えー、まあ、すっかりね、なんかこの、おーでかい顔に赤い小さいメガネというの、ね、当初キモいと言われていたのがね、えー、最近ではなんか、えー、定着して見慣れてしまったという感じで、山と,ともですね、なんか女優と結婚したりしてですね、えー、なんか、あーイケメンぶってるという風にですね、なんか女性タレントから言われてね、えー、キモいのを忘れんないよみたいにですね、火の玉ストレートを投げられたりしてましたけれども、 えー、そんな山ちゃんがですね、えー、また、この、カズレーザーとともにですね、えー、政治家を完全論破といった、ことになりました。書籍代3500万円、宮崎健介氏、2回社親分肌、山里良太さん、ご自分のポケットからやられることが親分肌だと思いますけど、いや、ほんとその通りだよね。<laughs> えー、これ二階がですね、その政治資金を使ってね、えー、なんか自分の自伝を買ってた、大量に買ってたっていうのをね、私動画でやりましたけど、なんちゅうね、えー、話だということでですね、まあその印税等がね、こう、マネロンでですね、こう、懐に入ってくるんじゃないのかみたいなことも言われていたわけなんですが、まあこれについてですね、こう、宮崎健介がですね、まあこれ、元二階派ということでですね、なんと二階をかばうような発言もしたようです。 二階者親分肌の感覚を持っている人なので、派閥の議員など本を持ってくると素晴らしい本ですね。数百部買いましょうと買うんですと。えー、いうことで、もう完全に金で手名付けられているという感じなんですけれども、はい、えー、まあこのようにですね、えー、二階がですね、 もう国会議員も辞めてるのに、ええー、まあ、あ二階さんはですね、こういう懐が広いみたいなね、えー、親分肌だと、親分肌というか、どう見たってじじいなんです、じじいの肌にし,してるんですけれども、はい、えー、まあこういうこと言いましたこれについて、えー、山里がですね、えー、宮崎さんが親分肌と言ってますけど、ご自分のポケットからやられることが親分肌だと思いますけど、ということで、これはもうまさにその通りですね。はい、えー、まあこれはね、本当に、 例えばこれ二階がね、これ借金してでもですね、こう、派閥の議員の方を買ったとかだったらね、ああ、すごいとなるかもしれません。かつて山里はですね、大阪で売れないときね、千鳥の大悟とですね、まあ、つるんで、えー、飲み歩いてたらしいんですが、まあ山里がですね、そう、なんかね、こう、賞レースとかで、取、えー、ったりですね。 はい、なんかこう、舞台に立ったりとした時に大悟がですね、お祝いだと言ってですね、えー、消費者金融から金を借りて寿司を奢ったといったような話があります。まあ、ネットで見たことあるという人もいると思いますが、まあ、それ以来、山里はね、大悟のことをですね、まあ、親分として慕ってるようなんですけども、まあ、そういうね、えー、親分とは何ぞやというのをですね、こう、古分の立場から、あーこうね、見ているこの山里がですね、えー、政治資金、国民の税金で本買ったから何ぞやつんだと、むしろかっこ悪いだろ、う話です、ね ね、これはまさにその通りという感じですね。はい。えー、まあ山里もこういう朝の顔みたいな仕事をし始めてですね、まあ、視聴率が伸び悩んでるね、えー、悩んでるところもあるかもしれませんが、はい。まあ、このような正論ですね、こう、ビシビシ言ってもらいたいなと、まあ、いう感じです。で、えー、この2回に関してはですね、はい、えー、これ、別の元議員である、この、こいつは、えーと、杉村太蔵ですね。はい。えー、もう、いつまで元議員っていうネタでね、商売やってんだっていう感じなんですが、 えー、議員はモテる、杉村大蔵氏、麻生さんとか二階さんに会うと2分で恋に落ちるという風うにですね。<laughs> えー、ちょっとよくわかんない、えー、ね、こう褒め方をしていると。まあ、麻生太郎がね、えー、なんか、あーなんかこう男が惚れる男みたいに言うのはまだわかるんですけど、これ二階はそりゃねえだろう。二 <laughs> 階に恋に落ちるって、そりゃもうね、えー、もう LGBT としか思えないという感じ LGBT でもごめんこむるみたいな話じゃないかと思うんですけれども、 はい、えー、二階さんなんて、えー、あ皆さんにどう映ってるか知りませんけど、えー、今、テレビを見て、麻生さんとか二階さんの文句を言ってる人ほど、2分で恋に落ちると。何を言ってんでしょうか。えー、二階さんなんて吸い込まれそうになる。えー、本当に何を言ってもつみ包み込む。もう右も左も関係ないですもんね、と。まあ、二階自体がね、えー、もう、あの世から吸い込まれそうになってるんですけれども、 はい。まあ、このようにですね。まあ、元議員からね。えー、まあ、引退した後もですね、こう、二階さんはいい人だったみたいな発言が出るのはね、まあ、面倒見が良かったというのはあるかもしれませんけど、まあ、その面倒見の原始がね、国民の税金ですからね。 えー、ふざけるなと、いったところでですね、この自民党の、まあ、裏金問題、えー、そして、えー、この脱税、えー、疑惑という,う、点はですね、まあ、今、確定申告というのも相まってですね、真面目に、えー、こう、税金払ってる国民ほどですね、こう、なめんなよと、いうふうに思うと思いますんで、まあ、次の選挙、かなり、えー、自民にとっては厳しくなるんじゃないのかなと、いうふうに思います。というわけで本日の動画は以上になります。皆さんお疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。